さあ本日はみんな大好き三色ご飯を作っていきましょう。今回は鶏ひき肉ではなく鶏胸肉をミキサーにかけてヘルシーなひき肉を作っていきます。もちろんひき肉を使用していただいても大丈夫です。ですがひき肉には皮も含まれておりますので、もしそちらが気になる方はこのように胸肉をミキサーにかけて作ってみてください。油が入ってる方が鶏そぼろは美味しくできるんじゃないのって思う人もいるかと思いますが、今回は低温調理器を使用していきますので、しっとりと美味しく作ることができますから、ぜひ試してみてください。味付けもとっても簡単です。醤油、酒、みりん、砂糖があれば OK ですが、もしみりんがない場合はお砂糖だけでも大丈夫です。お味噌や本だしを入れていただいても美味しいかと思います。そしてよく揉み込んで味が均等になったところで母肉へかけていきましょう。ここでワンポイントアドバイス。このまま放置してしまうと巨大なつくねになってしまうので、絶対に途中で何度か揉みほぐしてください。さあ見てください、しっとりしてるでしょ。ということで盛り付けていきましょう。普通に作っても美味しいですが、低温調理をすることでこんなにしっとりと美味しく仕上がります。甘く味付けした炒り卵も一緒に乗せていきましょう。今回緑色の部分は大葉を使用していきますが、もちろんインゲン豆など好きなお野菜を使ってください。それでは完成です。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。